村の安全対策です。前回の動画を見てくれた方から、アドバイスいただいたんです。村の崖の上に、柵をつけないと、モンスターが落ちてくるんじゃない？と、アドバイスいただきました。そうだよねー。上からモンスターが入ってきちゃいますよねー。しっかり柵をつけて、安全にしていかなければ。ここら辺も、しっかり整地していきたいですねー。やらなければいけないことがたくさんです。こんな感じで、崖の上に柵をつけました。まだちょっと怪しい場所はありますが、とりあえずこれでオッケーですかねー。どうも、こんにちは、こんばんは、タコライスです。今日もマイクラやっていくでーはい。今回も、この、私のふるさとの村で、村づくりしていきたいと思います。でも、やはりこの村に来たばっかりで、資源が少ないです。食べ物も少なくなってきたし、石炭も少なくなってきました。鉄もないから、不便なんです。今回はとりあえず、鉄不足を解決していきたいです。やっぱり、何をするにも、鉄があると便利だよねー。この村の近くを少し探検して洞窟などがないか見ていきたいと思います。この村に来て初めての探索です。周りにどんなものがあるのか楽しみですねー。ここら辺は緑がたくさん、ほのぼのした感じの地形です。羊さんも、たくさんいます。今度この村に、私のシンボル像を建てるときには、羊毛がたくさん必要になるので、この羊さんたちにお世話になります。お、花もありますねー。花は、染料になるので、羊毛に色をつけるときに使いますからねー。たくさんゲットしていきたいです。なんか変な音が、今、プシューン、って音しませんでしたかねー。まあ、気にしないでいきますか。おお、洞窟発見。村の近くに洞窟がありました。鉄がたくさんあるといいんだけどなー。なんか、この洞窟、見たことあるような気が。いや、気のせいですよねー。早速ゾンビさんです。おお、結構敵がいますねー。気をつけていかないと。まずい。クリーパーさん二人は、危険ですよねー。何度やられたことか。あ、あれは。スポーンブロックじゃねえかー。こんなところにスポーンブロックが。あいたた。スケさん。不意打ちは汚いねー。私の待ち伏せ作戦で。ムフフ。この野郎ー。でか二人になってるー。ちょっと、やばいやばい。か全然ダメージ食らってねー。ダイヤ装備、強すぎです。ダイヤ装備があれば、生き残れる気がしてきました。いやー、それにしても。いきなりスポーンブロック見つけるなんて。しかもチェストもありました。お宝、入ってますよねー。むふふ。むふふふふふふ。さあ、何が入っているのかなー。おお。ね
ネームタグ、レコード、馬の鎧、サドル。意外にいいですねー。まさか本当にお宝が入っているなんて。嬉しいです。やったぜー。いきなりお宝です。さあ、とりあえず、お宝は家に置いてきます。ロストするのは嫌ですからねー。ただいまだぜー。チェストはここら辺に置きましょう。このチェストがこの村でのムフフボックスです。レコードって音楽が聴けるんですよねー。今度聴いてみたいです。これでよしっと。お宝も安全になったところで、もう一度さっきの洞窟に行きたいと思います。お宝はいいのですが、今は鉄が欲しいんです。鉄、たくさんあるといいなぁ。ここの下に行ってみます。結構深いですねー。どうなっているのかなー。鉄、ゲットしていきます。下まで来ました。え？あ、あれは？は、廃校。今はちょっと、廃校に用事はないかもしれないです。ねえ？変なもの見つけちゃったなぁ。鉄が欲しかっただけなんだけどなぁ。今回はとりあえず帰ります。全然心の準備ができてないですからねー。さあ、帰ろう帰ろう。ああ、鉄が全然集まらないなぁ。どうしようかなぁ。廃校は、また今度行ってみたいと思います。今回は鉄集めがメインです。しょうがないので、ブランチマイニングしていきます。鉄をたくさん取って、この村に早く、アイアンウォーレムさんを置きたいんです。ブランチマイニング、頑張っていきますよー。ここら辺の壁からスタートしますかー。さあ、掘っていくよー。あ、いきなり駆動じゃねえかー。そんなー、これじゃまた、洞窟探検になってしまいます。いやー、今日は洞窟に縁がありますねー。とりあえず、中を見ていきます。クリパー。まあ、一人ならそんなんでたーな。分身の術を使うなんて、すごい作戦を使ってくるねー。いやいやいや、危ねー。だから、洞窟探検は嫌なんです。危なかったねー。
油断してました。おお、鉄、ありますねー。よしよし、ゲットしていくぜー。ここからは、ブランチマイニングしていきます。やっぱり、安全に鉱石をたくさん取るには、ブランチマイニングです。どんどん掘っていきますよー。まだまだいきます。鉄も順調にゲットできてます。そしてエメラルドもゲットです。やっぱり、ブランチマイニングは、まったりしてていいですねー。またエメラルドゲットしました。結構な深さまで掘ってきたみたいです。今日はこんなもんですかねー。鉄もたくさん取れたし、帰りますかー。無事に帰ってきましたー。今回の成果は、こんな感じです。鉄が44個。なかなかいいですねー。エメラルドも2個ゲットです。はい。今日は疲れましたー。いろんなことがありました。スポーンブロックも見つけたし、お宝もゲットしました。廃坑も見つけましたねー。クリーパーさんの分身の術も見れました。結果的には鉄もたくさんゲットできたし、大成功ですかねー。次回からもしばらくの間は、この村でいろいろやっていきたいと思います。あ、そうそう。この動画、タコライスのほのぼのマイクラ実況。パート100を超えたのですが、これからはより一層、初心者の方にもわかりやすいように、マイクラの専門用語などの解説も入れていきたいと思ってます。私もまだまだ初心者なので、一緒に勉強していけたらなぁ、と思っています。では、今回はこの辺で、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。いつもコメントくれる方、ありがとうございます。相変わらず返信は全然できていませんか。これからも応援、よろしくお願いします。それでは、さようなら、またねー。